ます。おはようございます。疲労困憊ですな。ちょっと3日前ね、とあるところに行ってきて、飯がクソまずいとこ行ってきて。ね、言葉です。オブラート、オブラート。オブラート。それがなんとキッズの皆さん見れるという。見れるんだよ ね、 ねもう言っちゃおうかな、いやまだまだ気づいてるか、気づいてるけどね、まだまだ気づいてる、もう海外に行ったのみんな知ってるから、うん、はい、そうですね、ツイートでどこ行ったかとかちょっと、うん、まあ今日のオンエアでちょっとずつこぼれていくこの番組はしがない芸人たちがあなたの願いや思いを叶えるために日本全国どこへでも全力で旅をしてきますので、笑ってくだされば幸いです。すごく寒いとこ行ってたんですよ。やっぱあったかいっすね。ちょうど僕誕生日をね、過ごさせてもらって。ちょっと待ってくれよ。ちょっと待ってくれよ。あ、そうだった。ケイちゃん。ケイちゃん。今でもアウトアウトアウト。この番組のルールを矢野ペペが説明いたします。インタビューやメールで行ってみたい場所を聞き、その中からランダムに目的地を決定。依頼者の代わりにその場所へ行き、僕らがお望みの写真を撮ってくるルールとなっております。さあ行きましょう。ありがとうございます。今日も、行き先をやっていきたいと思います、はい、ただ一言だけ添えさせていただくと、我々は今すごく疲れています。ダメですよ、海外がね、あったんでね、うん、ちょっとあんまり言えないんですけどね。ゴリさん、もうこれ以上言うと言っちゃうから、ゴリさんが言うと怖い、ポロリあるから、本当に怖い、ポロリあるから、本当に怖い。最初はグー、じゃんけんポン。ちょっと行き先ある前にちょっといいですか。何ですか。おなじみの人が来てるんで、ちょっと岡藤くん。なんで打ち合わせで。なんで打ち合わせで。ちょっと何の打ち合わせよ。バスツアーをGK ネットワーク大炸裂歴史ポリスマンバスツアー、良き会にことなりまして、へぇ、CM ぶち込むやめてください。もうね、間もなくその募集が締め切りということなんで、ああよろしくお願いします。ありがとうございます。これ CM ですね。いや、これね CM ですね。来てくださいね、ぜひね、はい、ありがとうございます。ありますんで、詳細は追って連絡しますんで。失礼しました。ありがとうございます。すいません、わざわざ。じゃあお願いします。すいません、お待たせしました。俺お坊さんかなと思ったら、お坊さんでしょ。違うんです。え、違うんですよね。何してる人ですか。純太郎さんと同じ仕事。あ、料理人。ちょっと純太郎っぽい。いい T シャツ着てるな。いいですね。あ、いや、ゆうくん推しです。なんでなんで高野山でお守りが最強だと。集英社で。集英社ね。2回目ですよ。あー、そうそう、最近ですよね。竜頭の滝。どこにあるんですか。日光です。五島列島の金華な王国。佐賀の。おお、マジでバルーンフェスタ。あー、今やってる。何を。 A で。 A、 なぜ A。阿部ちゃんと同じ T シャツなので A で。阿部ちゃんと同じ T シャツの A。 普通のそんな大きい声出して。いや、別に俺はもともと普通のこと言ってる。それでは行きましょう。運命のお時間です。A です、頼むぞ。阿弥陀。あ、そっち行っちゃった、そっち行っちゃった。東京。東京です。集英社、集英社、集英社。というわけで、今回のゴリパラ見聞録は東京都、集英社を激写する旅でございます。さあ、みんな大冒険に出発だ。ジャンプモード急に来たね。あ、みんな待ってくれてるな。連打せず一発でしてみようか。ロングバージョンで行くでしょ。忘れないかラー。またー。赤です赤ですよ、赤ですよ、赤です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 。不便に忘れないでボケが。さあ、
ックス。はあ、今日たくさんのキッズが来てくれたぜ。乗っけんなよ、お前。ジャンプのキャラになってんだよ。まあ、今日新幹線で行くことになりまして。まあ、ちょっと新幹線の間に何するか、どこで飲むかっていうのを考える感じかな。俺はもう、バチェラーを見ます。持ってますね。あのね、中洲の姉ちゃん、今バチェラーの話するとめちゃくちゃ盛り上がりますから。ここだけの話よ。行ったんすか？大丈夫、ゴリさん。え？行ったんすか？いやいや、それさ、付き合いで行ったけど、うん、バチェラーになりたい。え、言い寄られたい、取られたい、うん、取り合われたい、取り合われたい、もう絶対無理じゃん。美人たちを戦わして、それを見たい。いや、最高だよね。俺もでも嫁に言ったんだよな。もう俺はでもなんやかんや言って、共にね、サプライズローズ、あの、渡したようなもんやからって言ったら、聞くもらったようなもんだよって言われた。葬式だね。厳しいのいただきました。聞くもらったようなもんだよ。厳しいです。止めてください。はい、さあ、ということで、長時間移動ですけども、まあ、今回、集英社ということで、私はジャンプの漫画でも買いまくろうと思います。努力、友情、勝利をテーマに。もうすごくないですか、森さん。こうやってすぐ食べれるように、大丈夫。ポーターもびっくりよ、ポーターも。いや、着きました。わあ、もう夜だ。いや、今日実はね、この後俺も歴史ポリスマン的に、あの、上野公園に行って、西郷殿の銅像がなぜね、上野公園にあるんだっていうことを説明したかったのよ。別に行きたいわけじゃないから、どっちでもいいですよ。いや、俺ぶっ込みたかったのよ、締め切り迫ってるから、歴史ポリスマン。いや、あの、営業もやめてくださいよ、そのツアーの。いやいや、ごめんなさい、今歴史ポリスマンの話でツアーの話じゃないです。どうしましょうか。1個はでもあそこでしょ。いつもの、あの、人形町の、あ、そうなんだ、上宿、上宿ね。俺はすごい大賛成、それは。本当に知ってるとこ、確実な刺身が食べたい。もう、あのね、テレビの常識をね、もう覆してるけどね、同じとこ行く、俺たちは。何回目？3回目なんだ。何を食べるかっていうよりもね、何を話すかだから。そう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 、誰と食べるかって言ったら、あ、一緒だと思って。そうそう、あの、気づいてる人多いかもしれないけど、話すことも同じになってきてるんだよね。そうなんや。うん、コンサートだっていつでも、最終的にはやっぱ半読いったらフォルテシモ歌ってほしいしさ。あ、歌と一緒だよね、わかるわかる、ね、そういう気分で話してるっていうこと。よしよしよし、行、はい、きましょう。さあ、飲んじゃおうってことで、今回移動中にさっき話してたバチェラー全部見終わって、感情グラグラに、ぐるんぐるんに揺さぶられたんだけど、うん、意味で言うと、うん、今度のあの前の俺たちが行った遠出したあの旅は、結構ペペはいい風にキッズの皆さんを揺さぶるプレーが出てるんじゃないかなって。バチェラってるよね。バチェラってる。しかもなんだろうね、ボディーブローのようなバチェラり方っていうんですかね、うん、一見スルーしがちやけど、え、今なんつったのっていうのがね。カットしてほしい。でも俺はさ俺はそれはいいことだと思うのよ。とにかくもう元旦の生放送見てもらうしかないんだけども、俺はもうとにかくスタッフに殺されかけてるし、今もう書類用意してる。なんかあったのか。いや、だから殺されかけたから、ペペとゴリさんとかも証人としてもう1000万や2000万じゃもう気が済まんと思ってるけど、本当に。だって最新の器具搭載してこんなことなんだと思ったもんね。だからもうどっちが大事なのって感じになってたもんね。なんだ、ゴリプラもついにそれ使うのか。いや、だからやっぱ本当溺れた感じだったよね、技術にね。そうだね、うん。まあ、まあちょっとこれぐらいにしようけど、まあ今とにかく書類用意してるっていう。でもなんかこう、ちょっと言っていい情報としては何があるんやっけ。あの、もう DVD 出るんですけど。それさらっと言ったな。ボリューム9、もう9が一番ね、面白い。過去最高、ね、過去最高っすね。特典ですよね、うん、あの、いつもこうおまけみたいな、はいはいはい、ボトルキープのとか、シールとか、ねうん、今回はですね、うん、ちょっとこれ意外と欲しいっていうか、俺らも憧れだった、うん、ライブとかの時に関係者だけがつけてるパス、はいはいはい、ハリパス、あれをですね、うんうん、つけようと。お、色違いで出します、うん、まあ、色と言ったらなんだと、パチンコの保留玉だと。なるほどね。私は白、そして青、そして黄色、緑、赤、そして激アツ金保留。これだけじゃないですよ、皆さん。金の上があるんです。今回金の上に用意しました、
キリン柄です。ただレアだっていう。あ、それはもう、うん、ステータスだ。ステータス。キリンはでもマジでレアにするんで、これはだから結構だからキッズとかの、あのオフ会とかでちょっとでかい顔できるって、これ貼ってるっていうのね。あ、俺が明治座の時に行ってめっちゃ負けたパチンコ屋だ。ペペとその辺で飲まんかったっけ、期間中さ、あのトロマグロ違ったっけ、行ったよな。出てないんだよ。俺スムーズすぎて本当に言ったのかなと思って。俺ちょっと待って。ちょっと気づいてよ。ごめんなさい。切れ味良すぎて、あの切られてること分かんない。達人の切り方ね。いや今度からもう俺それもほらもうずっといろいろやらしまってっから、もういかにさらっと言うかっていう、俺は遊びに変えてる。なるほどね。うん。それはちょっとスムーズすぎるよ。この辺ぐるぐる回ったな。弁体ピリリの時はでも車で回ってなくない？いや、あの普通にこの辺飯食い。そう、今の暗殺圏だよ。あ、ごめんなさい。トミさんすら気づいてない。あ、今ぼーっとした。トミさんも気づいてないぐらいの暗殺圏だったっていうことで、俺と斎藤だけが気づいてたっていう一番勝ちのパターンよ。こうですね。おー、来るなと思ってるでしょうね。東京での一婚は今回で3回目となるこちら。デデー、黒霧島。乾杯。DVD日本はいいね。俺も思った今。あたた、これまた素晴らしいな、この店のお刺身。俺とペペの裏の工房ですけど、最初俺がこうしたんですよ、うん、でさ、ペペがこうしたんですよ。このやり取りを2、3回やって、2、3回やって今俺の方に戻す。なるほど。見せてくんないの、あれみたいな。子供の喧嘩のパンで打ってるから、うん、打ち返して打ち返して打ち返してみたいな。そうそう、いらんでかいよ。あ、そうそう、でかいってどういうこと。でかい、強いでしょ。でかい、強い。でかいってどういうこと。うまいなぁ。クエがあるって言わなかったっけ。クエ、これ、うわ、うわ、時期やね。九州場所とともに来るやつですよ。うまっ。今回ちゃんとちょっと関係ある国に行っちゃってね、あれが面白かったな。いや、もうほぼ答えだよ。ダメだな。下手くそか。ほぼ答えだよ。外国で夜ほらすることなかったから、はい、ずっとなんかいろいろ調べたりしてて、うん、ほら僕って松井秀喜好きじゃないですか。知らん。いや、好きなんよ、その松井クイズ、うん、松井が3歳の時に保育園入ったんですね、うん、そしたらその松井を見て保育士さんがびっくりして、うん、あることを言ったよ。何と言ったでしょう。分かった、はい、はい、はい、中学生は出ていきなさい。あ、ちょっと答え言いづらくなっちゃった。俺が思ったのは小学生。正解いいです、はい、うん、3歳の松井を見て、うん、8歳かと思った。コリさんも言っちゃった。中学生はさすがに、中学生はさ、海外のロケ、うん、DVD で行った時に酒がほら焼酎ないじゃないですか、うん、でみんなでホテルでなんかバーで飲んで、うん、ウイスキー飲んで、うん、なんかウイスキーってかっこいいやん。日本帰ってきてもちょっとバー行って、うん、ウイスキーのなんかいいとことかつってバーのマスターに言って、うん、スコットランドにたまたま選手行ってて、うん、世界4位のやつっつったらもう全然美味しくないんだけど、ウイスキーで水割りとかあるじゃん。スコットランドの人笑ってるらしい、日本人。ウイスキーってそもそも水で割ってんだって、樽の時に、うん、70度あるから、うん、40度にするんだって、うん、で、その日本人が、いや、もう割ってっからって笑ってるって言われて、もうロックだっつってしたら、もうまあ厳しい、まあ、たまたま石川くん、ホークスに石川くんと飲んで、うん、こうやって苦しみながら飲んだら、飲みやすくて楽しいのを飲めばいいんじゃないですかって言われて。その通りだ。冷静にカッコつけるね。そんなに楽しんだ方がいいと思いますよって言われて、俺もな、何やってんだかと思ったね。俺もこの本当に汚い話で使えないかもしれないけど、やっぱ気持ち悪くなる時あるじゃないですか。酒の種類によって分かる、戻し方が違うんですよね。え、そうなんすか。じゃあちょっと当てろってこと。何飲んだかってクイズ形式でいくの。リバースクイズ。リバースクイズ、まあ、一回、いや、やってみよう。リバースクイズ。おらー、これビール。正解。なんでわかんの。わかんない、わかんない、ちょっとわかんない。ちょっとこれはじゃあ、あ、日本酒。正解。ちょっとわかんない、ちょっとわかんないんだよ。そう、あ、これ言えって言われた。友が、うちの嫁が、俺の将来も不安すぎるということで、ネイルを自分でやりだしたんですよ。あ、独立したってこと。独立して。そうそうそう。で、それちょっとゴリパラで言っといてよって言われた時に、
確かに少しか言えない。俺でもその話聞いていいなと思って。で、ちょっと出しといてください。いや、そうしないと荒い荒い、やり口が荒い。いや、うまく織り交ぜないと。あの途中までオブラートに包んでなんか別の方向から行こうとしたけど、もう言っちゃったんですよ、出しとってください言われました。面倒くさい時最後ドーン。もうそれ俺マリちゃんに言ったよ、うん、トモちゃんがなんか独立してやるみたいよっつって、うんうん、まあそれをもういいなとかって言った瞬間に何が言いたいのって言った瞬間にもう撤退だよね。ゴミ捨ててきますっつって今回 DVD を出すんですけども、うん、予約開始をいつするかというのが今回なんと、うん、元旦のいつも通り元旦の生放送から予約開始するんですが、うん、生放送の時間中、うん、に予約したもっとテレショップみたいだけどめちゃくちゃテレショップやね。残り30分とかいうその生放送中に福岡以外の人も、はい、ツイッターとかでおっしゃりしますけども、うん、その時間内に予約してくれた人には特典を、うん、その特典はですね、うん、なんと、うん、何をちょっと待ってもらっていいですか。どうしたその特典。無理そうだこの後の5秒でそれを発表させてもらっていいですか。最後の最後まで見てもらうということで何がもらえるかを。そう、まあそれは分かった。ダメだめちゃくちゃ引っ張るってことね。めちゃくちゃ引っ張ろう、うん、その時間予約した人じゃないと手に入らない特典がなんとあるんですが、それはラスト5秒で商売でいつこんな商売になっちまったんだ俺たちは生粋です冬ですよ。湯豆腐いいな。うちの奥さんに湯豆腐スナックやらせたいな。客に対して全員タメ口やから敬語使えないからダメか。そうね、気分悪かったら湯豆腐ぶっかけそうやしいろいろ芸人長くやってますとね、いろんな別れの瞬間に立ち会わなきゃいけない時は、芸人っていろんな事情があって辞めていくパターンがあるんですよ。辞めてほしくないって気持ちってめちゃくちゃあるんですよ。なんてね、言うアドバイスが一番、どういうアドバイスを言うかっていう話をしたよ俺は。本人たちはやりたいっていう気持ちはあったとして、でもほら辞めなきゃいけない状況っていうのはあるだろう、うん、ただただ言って勘違い力が俺一番大事なんじゃないかなっていう話をしたい。話したのこれ。いや、ちょっと俺は…いや、多分話してないんじゃない。怖いよね、もうこの年って。いや、多分同じ店、今のところ同じ食物、食物同じ話さっき言ってたけど大丈夫三冠王落合になってないブーマーになってないの。大丈夫、松中に今のところ2冠。いや、で、俺は聞けばどう説得するかっていう、いろんな相談を受けるわけ俺も。その、うん、別に自分が安泰やって言われて、もう一寸やめは先じゃない。安泰、うん、ね、安泰ね。安泰や、今状況、まあ、俺らが自身もう一寸やめは先だから、うん、それはそう。一寸先は闇ですね逆になっちゃった。一寸やめは先逆になっちゃった。一寸やめいい、ゴリさんそのままでいい。もう大丈夫、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 こっちでいいんですか、うん、解説します、うん、大丈夫だね。解説する引っかからない。やめそのまま腹立っちゃった今いや、この前俺成功してるっていうことの言い方じゃないですよ、うん、まだやめてないっていう、やめてなく続けられてるっていうことは勘違いしてるっていう。勘違い力ってことね。だけどお前勘違い力がなくなってんじゃないかなって俺アドバイスをしてんの。例えば俺がじゃあ斎藤に俺はもうやめたいと思う。お疲れした俺やめすからってやめていくやつなんかいないじゃん、うん、大体やっぱ やめたいと思うんですけどっていう話からね、けどっつってこう話を聞きたいっていう後輩が多い中、それを噛み締めて俺がじゃあいい27年つけじゃん、3回目かな話すの。もういろいろ言ってなんすか、ゴリさんから誘ってあのどうしたんすか、うん、珍しいですね。珍しいですね。いや、斎藤、いや、うん、うん、あれだけどちょっと、うん、今お疲れした。ごめんなさい、ちょっと待って、ちょっと待って。これね、これ無理やったの。ちゃんとやるよ、斎藤。ちゃんとやるよ。すみません、ごめんなさい、もう一回お願いします。3軒行って、もう嫌だよな。
ほら。じゃあここ屋台という設定ですね。斉藤。ブブー。何を話してくれ。なんちゅう顔してんのお前。自分で頑張るしかないから。それはもう違う違う違う。でも俺たちはその追い込まれた時、転勤になってもう何の仕事もないで福岡に3人だけになった時に、やっぱでも哲也さんのやっぱ真っ直ぐなった、あれで、でもあれってプサーシャーッフォーなのフォーフォーかな、フォーシャーチャーなんかな、なくなっちゃう。タオケさん。ダーっていうの。ダー。エロキ。スーで。スーで。スーだ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 。スーっと入ってくる。スーだ。スーって入ってきちゃうね。うん、だって。スーって。やっぱ俺たちは そこはだって天気だったわけですから。東京に絶対面白いと思って行って、東京でダメで、福岡に来させてもらって、3人でもういよいよやべえってなって、でも、その中俺がなんかこう、変な感じ出したりとかして、その中ゴリさんがまっすぐの歌聴いて、いろいろ考えて、いろんな中でまっすぐが一番いいんだよっていう、そのまっすぐの歌っていうのを聴けっつって泣いたんですけど、これってやっぱいろんな迷ってないと、こっち行ったりこっち行ったりしてるやつが聴くからまっすぐの歌が聴くわけで、こっちも行ったことないこっちも行ったことないやつがまっすぐの歌聴いても聴かないと思うんですよ。なるほど。だからで今相談されたやつにまっすぐを聴かしても聴かないと思う。だから俺はまずいろんなとこ行ってみなというか、結局やっぱ自分でも苦しむしかないですよね。だからゴリさんがそう、いやでもその感じ、ブーン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 ゴリさん、これはこのままかけたい大ごとする場合も、ね、守るみたいな言葉があるんじゃないかなとか思ったりして、救うような、その若手を救うような言葉が欲しいってことですね、うん、今やっぱこれどうですか、うん、ブーよし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 、決まったね、決まったね、どういう感情次回、ゴリパラ見聞録、聖地荒川、見逃すな。